ばんは。では早速緒方恵子さんが目指す名古屋市政を語るということで、緒方さんからお話をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。こんばんは。今日こんばんは。この間たくさん、はい、若い方と一緒に話ができて本当に嬉しいです。今日告示で、名古屋市長選挙始まりまして、今月24日が投票日、たった2週間しかないので、これ私たちのこの選挙ですね、私の主張、皆さんの要求をどのように伝えていくか、すごく頭もひねり、体も動かし、指も動かししていただきたいなというふうに思います。私の目指す名古屋は涼しくて暖かい緑の名古屋です。それは気候変動対策ということもありますし、その涼しくて暖かい名古屋を作るための断熱改修などの仕事で地域の経済を活性化するということがあります。また別の言い方をすると、地震、気候災害に負けない名古屋を作るということです。それは南海トラフ地震がいつ起きても不思議じゃない気候災害、つまりですね、ものすごい暑さと、それから、豪雨ですね、がこれからも増えてくるということですね。そういった災害が間違いなく来る。それに備えて名古屋は勝てるのかという問題です。これはいろんな、気候災害、大水、伊勢湾台風のようなスーパー台風が来るとかということで、土木的なですね、災害対策ばかりを言われているんですけれども、私は、一つは気候災害をそのものを起こさない、和らげるための温室効果ガスの削減ですね。地震はしょうがない、来ます。でもそれをダブルで来る、能登半島のようにというケースが考えられるわけです。ですから気候災害を和らげるということ、そしてもう一つ大事なのは、災害が来た時に名古屋市が耐えられるか、インフラが耐えられるか、水道が止まらないか、電気が止まらないか。水道に関しては名古屋市の下水道局の局員が頑張ってくれなきゃいけないわけですが、これ、公営の事業ですけれども、名古屋市がどうなっているのかという問題が大きくあります。それから、電気が切れないかということについては、太陽光パネルをお家に設置して、それで、蓄電する、電気自動車を持っていたら電気自動車に蓄電できるといったような内容ですね。そういうことがあると思います。今下水道局の局員の話をしましたけれども、その人たちだけじゃなくて、保育士も介護士も医療現場の、ケア労働者もみんなこの、災害の時にですね、大活躍していただかなきゃいけないんですが、今ギリギリの状態でやっている、活躍どころか疲弊していると、これはコロナで分かったことですね。こういった状況では気候災害、地震の災害には勝てないだろうというふうに思います。それを正していかなきゃいけない。そしたらそれはどうしたら正していけるのか、名古屋市政を復活、ですね、公を復活しなきゃいけないというわけなんですが、さてどうして公が、名古屋市政が疲弊しているのか。それは、河村前市長の金持ち減税のせいなわけです。減税をやめろと緒方さんは言う。つまりあなたは増税派なんですかと。違うんです。私は国の税金、消費税ですね、例えば消費税の減税は大賛成で、本当にやるべきだと思います。 10% の消費税を 5% に減税する、インボイス制度もなくしていくということ必要だと思います。
でも自治体の減税は違うんです。これは別に財源を作らなきゃいけない、つまり自治体の中で自治体の業務を削って、人を削って、名古屋市の中で財源を作って、その財源を、その税金、減税額を減税に回す。一体誰に回すのか。定率減税ということは 5% の減税ということは、住民税をたくさん払っている人はがっぽり減税、住民税を払えていないような貧困な方とか、住民税が少ない方はちょこっとしかもらえないということです。で実際毎年100億円の減税がされます。そのうちの半分以上はトップ1割の金持ちに持ってかれているということが分かりました。名古屋市民の半分は減税額がゼロ、 4割は減税額が数百円か数千円、つまり1万円未満、1万円以内ということなんですね。そういったことをやっていて、しかもさらに驚くべきことは、その減税を毎年繰り返している。つまり減税の財源というのは、さっきも言いました、人減らしとそれから業務減らしなんですが、それを毎年繰り返す、毎年100億円分ずつ繰り返して、どん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 市政を削って小さく小さくしていたと。それをなんと15年も繰り返しているんです。あらまあという感じですね。ダイエットは繰り返したら死にます。適正な体重が必要なんです。名古屋市政もこの規模の人口をの市政を運営していくために、適正な規模のお金と事業と、そして人があるんですね。適正な人数が、それを割り込んでいく。どういうこと？ということは一体誰に犠牲が来ているのかというと、一つは市民、本来だったらもらえるはずの補助金などをもらえていない。それから職員、職員は自分の残業とかですね、あるいは職員の善意を、搾取して頑張らせているということですね。ということで、減税は非常に罪が重いです。金持ちにばらまいているということと、それから毎年繰り返してどん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 市政を細らせているという両方の問題があります。それを是正しなきゃいけない。つまり減税は直ちにやめる、やめて元通りの市政に戻していく。市民はもらうべき補助金やもらうべき行政サービスをちゃんと受けるようにするということが、河村金持ち減税をやめるという意味です。私はそういうことで名古屋を変えていきたい、名古屋を魅力ある街にするにはどうするんですかと聞かれます。討論会なんかで必ずそれ聞かれるんです。そうすると、天守閣を木造化するんですかという話になります。木造の天守閣ができたら名古屋は魅力的になるのかっていう話なんです。で、私は全然そうではない。名古屋が魅力的かどうかというのは、子どもを育てやすいか、若者が働きやすいか、学生が学びやすいか、お年寄りが心配なく医療や介護を受けることができるか、そういった町になっているかどうか、それが魅力だと思うんです。そういった街になっていれば、魅力的で、外の人がですね、ああ名古屋に住みたいなと思って、名古屋で子どもを育てたいと思ってくれて、名古屋の学校大学に入りたい、名古屋の大学に入ったら奨、学金、返済の支援をしてもらえる、あるいは給付型の返さなくていい奨学金がもらえる、名古屋で働いたら、最低賃金時給1500円は必ず実現できる、そんな働き場所があるということを名古屋で実現して、それが魅力なわけです。そうすれば名古屋に人が入ってくると思います。今名古屋の人口は微増です。
でも中を見ると若い世代と子育て世代は減っています。外国人の流入、外国籍の方の流入があってかろうじて微増なんです。ですから名古屋は今若い方や子育て世代に支持されていない町であるということです。先ほどですね、金持ち減税の罪について言いましたけれども、もう一つあります。それは、減税毎年繰り返した、100億円減税した、じゃあ去年減税した分の100億円分の価格、歳出は減らされているから歳入は同じくらいですね。そうすると100億円分、次の年には、臨時政策ということになります。臨時政策、一体何をやっているのか、ちょっとここ詰め切れていないんですけれども、おそらくいいこともやってるし、でしょうもないこともやってるんだろうと思います。ただ言えるのは、減らした定員を増やすことはしません。じゃあ積み上げられて減税をどんどんされてきた、行政改革をされて、削られてきた、じゃあ余ってきたあぶく銭が湧いてくるわけですね。これは一体どこに使ってるんだろうと、まあ想像するに天守閣の木造化みたいなことじゃないんだろうかと思うわけですね。とんでもない話です。大事な、税金をそんなことに使うんではなく、名古屋の人たちが受けられるサービス、給食費を直ちにタダにできる、中学校の給食もスクールランチを全員給食にして、タダにする、介護保険料、愛知県で一番高いのを、安くする、国民健康保険料を安くする、それからお年寄りにとってですね、補聴器、この購入の時に5万円補助するなど行うことができるわけです。そしてさっきもちょっと言いましたけれども、温暖化対策として、建物の断熱改修を中小企業、零細企業が、名古屋の企業が請け負った場合に補助する、名古屋市が補助する、経済を活発にすると、こういったことにもお金を使っていかなきゃいけないんですね。ですからしょうもないことに使うんではなく、本当に必要なことに使っていって、本当に必要な名古屋の市政、市政サービス、名古屋の市職員を取り戻すということが、私の今度の選挙で訴えたいことです。それによって名古屋は涼しくて暖かい緑のいっぱいの美しい街になります。魅力的な街になります。外の人たちが羨ましがるような街になる、私は、そういう姿勢にしたいと思います。ということで皆さん、ぜひ、お力を貸していただいて、緒方恵子を市長に選んでくださいますようにお願いします。お願いします。今日も切実なお話をたくさん聞くことができました。ありがとうございます。学童保育ですね、プレハブっていうことを、みんな未来の、勉強会で、学童を木造断熱改修した会が、その会がありましてですね、すぐ近く の2つの学童、一つは木造改修した、一つはしてないっていう、まあ、気温の差がすごいというのと、だから快適さが全然違うっていうのをこう見てですね、やっぱり子どもたちからやらなきゃいけないなと思いました。学校の教室、それから体育館、そして学童は子どもたちが過ごす場所なので、大事にしなきゃいけない、と思いましたですね。それから医療介護の現場の、切実な問題ですね。優しさや善意を搾取しているわけです。その人たちの、善意を搾取して今医療や介護を回している。もうそれは持たないわけですよね。生活が成り立たなければ持たないし、あってはならないことなので、
やってくれているサービス、そのお仕事に対して適正なお給料を出して、そしてなおかつプラスアルファですね、その優しさに応えられるような、さらにもっと地域の人を見てあげたいという気持ちになってくださっているのにそれができない、そういった気持ちをですね、どんどん本当に活用してもらえるような待遇にしなきゃいけないなと思います。ランチについては、お母さんお弁当を作ってくれてありがとう文化の気持ち悪さと、本当にその通りだと思いますね。みんながランチ、じゃなくて給食を食べれれば、そんな所得の低い子が、気兼ねすることもないですし、私は韓国のオーガニック給食を見学に行ったことあるんですけれども、無償で、それでオーガニックです。だいたい半分ぐらいはオーガニックといった、減農薬無肥料というのをこう段階はやっぱりあるんですけどね、完全じゃないというのもあるんですけども、それはですね、実現するのに長い市民活動があって、そしてやっと実現したという背景もあります。だから無償で、オーガニックっていうのはなかなか難しいんですけれども、でも無償はもうすぐできるところまで来たので、やっていきたい。スクールランチは、考えてみたらスクールランチは、給食会の過渡期だったはずなのに、それをもずっと常態化されていると、若い方スクールランチ世代は知らなかったかもしれないんですけども、実はあなたたちの過渡期だったんですと、過渡期が長すぎるじゃないかという話ですね。変えていかなきゃいけないと思います。本当に今日も生々しい話をいっぱい聞かせてくださいました。ありがとうございます。帰っていきます。今日告示日で、はい、名古屋市長選挙に移行されて、尾形さんが一番やりたいこと、教えてください。一番やりたいのは、涼しくて暖かい緑の名古屋、地震や気候災害に負けない名古屋、それを女性の声を合わせてやるということです。減税の話を先ほどされてましたけれども、そこの お金持ちのっていうところをちょっともう少し分かりやすく、減税は100億円毎年減税されるんですけれども、そのうち半分以上はトップ1割の金持ちのところに行っちゃう。そして市民の半分は減税額がゼロ、市民の4割は減税額が数百円か数千円ということなんですよ。1万円以下の人が多い。つまりだから、減税は金持ちの人ばっかりに行ってて、一般庶民には恩恵がない。どころか、本来市民が受けるべき、お金、補助金とか、それから市民が受けるべきサービス、行政サービスを受け取ることができない。なぜなら職員が減らされて、それから行政サービスも削られているからなんです。なんか減税って聞くといいような気がしますけど、実際にはそんなに恩恵がないっていう。ないんです。だから消費税減税とかはみんなが恩恵を受けるんですけども、自治体の減税は、市政を削って、それを財源にしなさいと総務省から言われてるんですよ。だから減税しようと思うと市政を削ることが条件で、しかも毎年減税しようと思うと毎年削ると。でそれは理論的にありえないわけです。市政はある程度のこの規模感で適正な規模があるわけですから、人の数とか予算とか、それも無視してですね、15年間毎年毎年100億円ぐらいずつですね、削っていっているという奇跡のありえない状況があって、そのために職員たちやいろんなところに弊害ってね、今言いましたように成り立たないのでもうやめていく、ケア労働ケアの職員たちとか、あるいはもうギリギリでもう善意だけに頼っている、残業を何百時間もっていう職員たち、それに頼っているという状況です。
尾形さんだからできることっていうのを教えてください。はい、まあ、私は女性なので唯一女性候補ということで、女性の票は全部私にいただくということができるんではないかなと、まあ、思います。つまり本当に女性の苦労を知っていますので、ですから、辛い目に遭っているという女性たちは私に共感してくれるだろうと思います。ということで、女性の力で名古屋を変えるということができる、これはひいては、全員がハッピーになるということなんですね。はい、はい、わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。すみません、お疲れのところありがとうございます。よろしくお願いします。はい、取材いただいてありがとうございます。いえいえ、とんでもないです。